今日も YouTube をご視聴くださいましてありがとうございます。この動画は小町郷田沢湖行きです。途中の停車駅は栗駒公園、新花巻、盛岡。皆さんこんばんは。今回の動画では、小町号を、特集というか、オーバーなんですが、私はね、プロでもなければそういう YouTube なんかでもね、スペシャリストのアマチュアの方とかもいらっしゃるようですが、私は全然そういう機材の腕も何もない位置、鉄道好きの人っていう感じなんですけども、自分なりにね、なんだかんだで、10年近く前からちょこちょこ撮ってていたものが、溜まっていたので、ちょっとね、今もう E3系、今映ってますが、これも走っていないようなので、そういった、動画も含めてね、私なりにこれいいなと思ったものをご紹介しようと思っています。こちらはね、東京駅、先ほど映ってましたが、栗駒高原に移動した後です。今のはね、懐かしのと言っていい E3 系と E2 系の様子でした。そしてこちらがね、E3 系と E5 系の並結場面だったんですけどね、ちょうど移り変わってる時期だったんですね。そして次の動画はね、ぜひぜひ皆さんに、聞いていただきたいんですが、これはね、E3 系の単独の走行場面なんですが、モーター音が熱いんですよ。どうですか、お客さんっていう。私もね、自分なりにその現地行って聞いたり、あと動画でいろんな方の、アップされたものを見たりしてますけど、これなかなかないと思うんですよね。そして、今のが、現代の新幹線ということで、E5 系と E6 系をご紹介しました。やっぱり320キロ出てますんでね、スピード感が違うなっていうのは思いますね。そして、こちらはね、場面が変わってというか、私が初めて東北新幹線を取りに行った時にたまたま映っちゃった場面なんですけど、タイトルにもある通りね、カラスがなんか線路上に出てきて、そのまま新幹線と激突してしまうという動画なんですがね、カラスさんは一体どうなってしまうのかということで、よくちょっと集中して見ていただければと思うんですが、しっかり激突の場面映ってますのでね。はい、カラスちゃんと飛んでいきましたね。300キロとかで、285キロとか出てると思うんですけどね、あの形式なんでね。高速だと思うんですが、カラスちゃんと飛んでいきましたね。無事でよかったです。私ね、ちょっと今回の動画編集してて思ったのが、この動画が初めに撮ったのがもうほんと8年前とか10年近く前みたいなんですが、いろんなね、この間に機種を、撮影機材を5台ぐらい変えてるみたいで、全部ね、その映像の質が違うんですよね。当然といえば当然なんですが。で、とりわけね、その音の取れ方がね、機種によって随分違うみたいで、低音がよく取れてる機種ってすごく迫力があってね、うちなんかはちょっとサブウーファーとかつけてたりするので、皆さんにもね、サブウーファーをつけて、と結構現地のね、恐ろしい迫力、
を体感できるかなというのは思います。まもなく終点東京です。この動画はお乗り換えです。お降りの時は感想などの書き忘れにご注意ください。今日も YouTube をご視聴くださいましてありがとうございました。それではおやすみなさい。